最近その究極の血抜きでや、はい、結構その水が入るとかどれぐらいその秒数を入れたらいいのかとか結構質問を受けるんです、はい、でそれでまあ簡単に説明したら、うん、まずその開けるところっていうのをまずそもそも間違えてる人がすごく多くて、この膜があるやん、これ見にくいのね、この膜があって、膜なエラの、うん、エラとこの胴体をつなぐ膜をまず破るんね。あ、では結構まあつくやんか。でついた時にもうこの時点でや、この歯は絶対に背骨の下に当たってるんよ。はい、はい、それだけでいいの、うん、だから背骨の下を切れてるけど、このガツって切れてなくても当たったら切れてるから背骨が、はいはいはい、だからもう一回刺して切って奥までこっち側まで突っ込んで、背骨に当たったらもう切れてると思うんですよ、はい、あのこんだけで、まあこの尻尾の切り方やけど、これも最近、昔この辺切っとったんやけど、最近はこの辺とこの辺の間のまだまだこっち側切ってるんよ、今まああの穴がめっちゃちっちゃいぐらいで、ここにね、よく見たらここにも骨がある、真ん中の骨とここにね、ちょっとあの骨と筋があって、はい、これまで切ってあげたら切りやすい。で、もう結構の締めてだからこうやってめくらんでいいからね、本当は。こっから自分の指を入れて、まずその背骨を確認するのは、はいはい、背骨確認したらその背骨に当てると、当てる、うん、当てる。でもこれだけでもいいね、膨らまんでも初心者の人は、はいはい、わかる、1,2,3,4,5 って入れたらもうこれで OK。 俺らは大体分かってるからある程度まで入れて膨らましてこうやって血出すけど、できへん人はもうそれは全部、はい、とりあえず5秒、1,2,3,4,5 秒で終わりも早いけど、棒の考え方がもう気持ち 2,3 秒ぐらいの、そう、ここを切って当てるだけである程度抜けてるから、はいはいはい、うん、それだけでも全然違うから。でこれを無理やりするから水が入ったとか、うんうん、で結構言われるのがあのシマアジとかアジとかサバのようにここに水が入るんだ、ジョ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 って、はいはい、それでも立てかけ、腹を出して立てかけするやつ、だから、あの20分ぐらい立てかけるやつ出てるから、はいはいはい、それでも下ろした時に結構その水っぽかったっていう時はそれこそ塩出す、うん、塩を振ってその塩水にくぐらして出す、その出すの仕方とかも概要欄にあるので貼っとくわ、はいはい、その握り手さんが教えてくれたやつとかあるから、それ貼っとくから、それを見てまあ参考にして脱水をするの、はい、失敗をして覚えないかん、うんうん、だからその失敗は失敗であって、でもその失敗から次どう活かせるかっていうのをせないから、失敗で終わらせたらもうダメだから、はい、そうなんです。ああ、その身が水っぽかったんですよ、ダメでしたじゃなくて、水っぽかったから次はその身を締めることをしようとか、刺身で食べられへんやったら火を入れてみようとか、そういうふうにした方がいいと思う。いろいろやってもらう。そうで、ノズルとかは2の次、3の次でいいから、はい、とりあえずはホース、ホースを覚えること、うん、でもホースがなかったら蛇口含めっていうのがあったやろ、はい、蛇口のところにこう顔を持ってきた、うん、そういう動画もあったら、うん、それも概要欄貼っとくわ。あ、わかりました。それを見ながら、はい、家でやって、とりあえずその魚を美味しく仕立てるという。